ぱり私じゃダメなのかな。どうしたのそんな顔して。もしの結果が絶望的だったとか。かわいそう、ショック受けてんじゃん。マジかよ、身の丈に合ってないことは諦めた方が楽しいよ。私は本当は自分でも分かってんでしょ。勉強なんかやめて俺らと遊ぼうぜ。さあさあ、いいだろ。カラオケとか行こうよ。もっと楽しいことを教えてあげるから。ああ、すみません。受験生は忙しいんで他の子当たってもらっていいすか。はあ、ユキ君。ユキ君、なんだ男連れかよ。ごめんね、絡んじゃって。はあ、そう、飯でも食いに行こうぜ。どうしてユキ君が。で、どうすんだ。どうするって。あいつらが言ってたことはあながち間違いじゃねえ。無理に背伸びしたって仕方ねえだろう。私は身の丈に合ってないって言われても、それでもユキ君と同じ高校に行きたいんだよ。それならしゃあねえな。夕日にその覚悟があるなら俺も腹くくって付き合うわ。俺が勉強見てやるっつってんの。その代わり泣き言言っても容赦しねえからな。よろしくお願いします。私はずっと大好きなユキ君と一緒にいたいと思ったから。Nothing left.